さあやってまいりましょう。手持ちの積むすべて紹介し終わるまで終わりません。続きましてはティモンですね。ティモンといったらやっぱり相棒のプンバーが出てくるね、ハクーナマチャーターな中ですから、はい。でプンバーの時にも喋ったことがあるんですけど、やっぱりプンバーのね、プンバとティモンのね、リメイク版、ライオンキングのリメイク版で喋ってた時のあの二人の会話が面白くてね、もう歌うのやめさせた方がいいよって、二人が歌、僕らが歌い始めてから彼200ポンドも大きくなったよってね。あ、こういうパターンのやつなんだ。はぁ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 。今のって、あれ？今のって、特別版の、ティモンとプンバ特別版、あれ本編出てきたっけこれ。いや、本編出てきてないはずだ。ティモンとプンバのが主人公であるビデオ作品が3本くらい昔初期あったんですよ。多分それの中に出てくる一つだったと思うんだよね。はぁ、マニアックなネタですよ、多分これ。そうだったとしたら。うん。なんか民族に捕まって逃げるためになんかプンバをなんかおとりにしつつ踊る。だけどなんかプンバが神様になる話だ。プンバが神様みたいな扱いを受けることになって、でティモンが殺されそうに、殺されそうになるっていうか、まあなんか溶岩かなんかに突き落とされそうになるんですけど、まあ、なんとか命からがら逃げていくっていう話だったと思うんですよね。で、実はその正体、そのなんか殺そうとしてきた正体の人たちっていうのは、なんか冴えない男たちだったみたいな、そんなオチだった気がするんだよな。このネタわかる人いたらぜひね、ちょっとコメント欄残してもらえたらめっちゃ嬉しいな。うん。いやティモンとプンバのね、なんかエスカルゴ食べる話とかね、それから、なんか時計仕掛けのなんか、話とか、それから、なんか虫のバイキングに行くみたいなとか、いろいろあったと思うんだよな。懐かしかったな、今のネタのやつ。最後に、何でもするからお願い許してっていうティモンのシーンがあった。あ、なんか、友達を呼ぶ好きな、なんかさりげなくビンゴ行けました。やったね。はい。ということで、また次回お会いしましょう。バイバイ。